マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。ダイエットを始めようと思った時に、多くの方は運動、食事制限というのを思い浮かべるのではないでしょうか。正直ですね、そのどちらも取り組めたら、ダイエット効果はね、もちろん高いんです。でも、どちらかというと、まずは食事制限からやってみようかなって思う方が多いと思うんですね。ただ食事制限といってもね、もう一体何から始めていいのと思いませんか？私も過去ですね、今よりもプラス10キロ太っていた時代がありますから、もうよくわかります。その時は知識もなくて、ただ単にね、食事量をちょっと減らせば痩せるのかななんて思って減らしていました。ところがですね、食事を減らしてしまうと、その反応でお菓子が食べたくなるんですよね。で、結果それを食べるとどんどん逆に太ってしまった、またその先には健康を害してしまったということに、ね、なってしまったんですよ。そこでこの動画では、ダイエットでよくある食事制限3つの危険についてお伝えしていきます。もしあなたが何をどれだけどのように食べれば痩せられるのと悩んでいらっしゃるようであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回の動画のテーマはこちらです。食事制限によくある3つの危険、2つ目気をつけるポイントについてそれぞれお話ししていきます。それではここから食事制限によくある3つの危険ということで、まず1つ目の危険を見ていきましょう。こちらです。栄養不足に陥るです。糖質制限ダイエットって聞いたことありませんか？もうここね、数年ブームになっていますから、もしかしたら耳にしたことがあるかもしれませんね。もちろんね、その実際に痩せる効果はね、これ大きいんですよ。なので取り組む方も未だに多いです。この方法はですね、お米、パン、パスタなどの麺類をですね、一時的に制限することでダイエット効果を生むというものなんですよね。そうすると体の中のグリコーゲンと水分が減ることで体重が落ちるという仕組みなんです。ここでよくある間違いとして、糖質を制限するのと同時に脂質まで制限してしまって結果失敗するということがあるんですよね。糖質を控えようって頑張る時に、同時にその脂質ですね、タンパク質です、例えばお肉とかお魚、そういった必要なタンパク質も不足してしまうということに、ね、なりかねないですね。糖質は体の、エネルギー源なわけですから、そこを制限していく場合は、代わりになるエネルギー、脂質がもう必ず必要なんです。その大切な脂質ですね、まで制限してしまうと、結果エネルギー不足になってしまって、その栄養失調にもなりかねません。そうすると痩せたくても痩せることができない体になってしまうんですね。健康を損なってしまっては、もうダイエットどころではないですよね。それでは2つ目です。太りやすい体になるです。食事の量を減らしたことで、大切な3大、栄養素を失ってしまう、結果逆に痩せにくい体に、ね、変わってしまいますよってことなんです。例えばよく1週間野菜だけなんていうダイエット法ありませんか？これは逆に太りやすくなってしまうんですね。この方法はもう完全に栄養不足です。野菜だけでは必要なカロリーやエネルギー、栄養は取れないからなんですよ。なので痩せるためにお野菜ばっかり食べて痩せるかなと思いきや逆になりますよってことですね。ですからしっかりと3大栄養素を取りながら体の代謝をね、高めていくことでということがポイントですよ。ですからお野菜だけというのは、その食欲を、満たすものなんだっていう認識でお野菜を召し上がるといいと思います。では3つ目です。内臓が弱ってしまうです。これは食事の内容が、よく噛むもの、固形物よりも水分ですね、そういった液体系が多くなってきた時に起こる危険です。例えばこんなことないですか？もう朝は忙しいから、もうお野菜のスムージーだけとか、
もう夜は疲れても作り食いしないからもうプロテインだけとかね、こういうことです。特にダイエット始めたばっかりの頃というのはよく分からずにこういった水分だけで食事を済ませようという方が多いんですね。もちろんね、分かります。忙しいともうパーッと飲むことで補っていこうかなってよくね頑張っていらっしゃる方も実は多いです。ですから慣れてきたらだんだんとですね、その液体ばっかりではなくってやはりしっかりとよく噛んで固形物を取るっていうのがね大事なんですよ。なぜかというと、よく噛むことでしっかりと腸のですね動きが良くなる、蠕動運動ができるということになるんですね。意外と思うかもしれませんけれども、実はですね内臓だって筋肉なんですよ。ですからその内臓があまりにも動かないということはですね代謝が落ちてしまうわけです。なので腸の蠕動運動というのはその臓器、内臓周辺の筋トレになっていたっていうことなんですね。ですからスムージーやプロテインなどの液体ばっかり飲んでしまうと内臓の筋肉を使わなくなるわけですから代謝が落ちます。ですからしっかりとよく噛む固形物もきちんと食べていきましょうっていうことです。さあいかがでしたか。むやみに食事制限をするとかえって危ないんだってその危険性を分かっていただけたのではないでしょうか。もしあなたが健康的で綺麗に痩せたいと思っていらっしゃるようであれば、この食事制限を取り入れる時のポイントですね。1、糖質、脂質、タンパク質といった3大栄養素をきちんとバランスよく取りましょう。そして2つ目、液体ばかりではなくってちゃんとよく噛む固形物をお食事に取り入れていきましょうということに気をつけていきましょうね。今回のお話は以上になります。もしこのお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。